割とおっぱいって取れないんだなって思って、みんなそれは取れないでしょ。そうそうそれは取れない。いやでもなんか乳首って8回回すと取れるみたいですよ。もうそれ中出ししてもコーラで洗えれば大丈夫みたいな、多分そういう都市伝説的な感じでしょ。確かにありますね、8回回すと取れる。過去にありますか、もう目見られてるだけで、見つめられてるだけでもうとろける的な感じのこととかありましたか。画面上で画面越しでオンラインでリアルだな俺わがままな M なんですよ私。わがまま、そう。どの辺が、あのちょっと首絞めてって言うじゃないですか。でもなんかあの前の方にしてとか、あの場所を指定したりするので、締める方に委ねないですね。めんどくさいですねそれ。本ちゃんの S の方聞いたら多分怒り出すと思う。そうそう。だからあのわがままな M に対応できる S がいいです。あ、それってもはや S じゃないですか。私が思う理想の M にしてくれって言ってる時点で S ですよ多分。あ、私が、はい、そうじゃないですか。だって基本受け身でしょうに、あの僕の中で S と M は攻めと守りっていうね。あ、じゃあ私 S なのかもしれない。なのかもしれないですね。でもね、よく言われるのが M は S にもなれるけどっていう、ね、確かに確かにところなの。そうそう、表裏一体なんですよ。うん。あと気になるキーワード、目だけで縛られてみたい、これどういうことですかね。あの性欲って全部目に出るんですよ。目、うん、はい。なんか目って全てを表すので、例えばインド人とか9割方目がもう性欲でムンムンしてるわけですよ。ギラギラしていると、ギラギラしてムンムンしてるんですね。だけどインドの方々、あのそれ嫌だなって思うタイプと、うんうん、逆にこの人にもう目で、もう目で全部されちゃいたいわみたいな人っているわけです、まあ、タイプの人ですよね、はい、そういう人は全く本当に何も服脱がなくて もうビリビリしちゃう。ビリビリしちゃう。過去にありますか、もう目見られてるだけで、見つめられてるだけでもうとろける的な感じのこととかありましたか。画面上で画面越しでオンラインでリアルだな俺。面白いですね本当。海外の男性陣との戦いか、どこまで聞いてる。やっぱ旅ってキーワードはね、他にない方の強みなので、はい、うん、なんで旅した、うん、っていうところがド M っていうところが一番やっぱり深掘りできると。あとはあれですね、なかなか今リアルで難しいけど、このコロナっていうなかなか海外に行けてない時での旅と、何が言いたいかって、旅の魅力を裸で感じにくくなってるじゃないですか。うん、今言ったね、そのしんどさみたいな、うん、それが楽しいっていうのが肌で感じなくなってるっていう、だからこそそれを感じたことがある人は強いって俺は思ってますけど、その辺うまくつなげたいですね。でも旅の料理再現とか、まあちょっと原価かかる食材集めにくいみたいなありますけど、私が料理下手くそなんですよ。そうだからやるのが意味あるんですよ。私包丁恐怖症なんです。てか先端恐怖症。もう首絞めろ言ってんのにさ首絞めろ言ってんのに包丁、まあ、包丁は怖いけど、あ、なんかね、首絞めは大丈夫なんだけど、うん、先端が本当に怖いんですよ。じゃあそんな、あ、まあそうか。あ、じゃあ脳包丁、脳チョップ、脳チョッパー。そう、脳チョッパーで料理できます。うーん、難しいかな。ね、子供の包丁ってあるじゃないですか、はい、絶対切れないやつ、はいはいはい、あれだったら大丈夫。おもちゃのやつでしょ。そう、おもちゃのやつ。リンゴとかがバリバリバリってやつでしょ。それは怖くないですからね。いや、もっとそういうんじゃなくて、はい、ちょっと切れるんだけど、はい、あのブスっていかないやつがあるんですよ。へえ。そう、それならいける。それだったらいける。でも切りにくいと思います。そうっすよね。じゃあ料理ダメか。そう、何かね、そう、道を作ってほしいんですよね、やっぱり。あ、そうですね。あの裏で応援してる身としては、だなんかあのすっごい料理下手な人が30秒クッキングみたいな感じで雑に作るんだったらできます。そこはあれですよね、ワンセット、食べるまでをワンセット、それを食べるのは誰かっつったら、まあ、自分だとね、あのバイアスかかっちゃうから、子供とか、あ、子供でもそうかな。そうね、まあ、料理忘れましょうキーワードっていうかね、あと何だろうっていうと、あ、まあ美容、健康ですかね。美容でもいろいろあるじゃないですか。送信なのか、なんだろうな、化粧品なのか、その中でも基礎なのか、ビバスト、あー、そのビバスト、ビムネですね、はい、
リムネの業界は最近どうなんですかね。いやちょっとでもコアですからね。やっぱりお肌とか髪の毛とかメイクとかそういうことになっちゃうじゃないですか。おっぱいってなるとなかなかね、その美乳を美乳を求める方っていうとまだ一定数はいらっしゃるのかな。いると思うんですけど、どっちかっていうと男性の、はいはい、方がおっぱいに興味あって女性ってそんなおっぱい興味ないじゃないですか。まあそうですね。ただ補正下着とか、うん、その辺の、まあ、需要というかね、まだまだあるかなとは、うん、男子的には思ってます。あ、でも補正下着より本当揉んでもらう方が絶対いいですよすいません、その件について詳しくそれ本当なんですかね。いや絶対そうだと思います。私意外とおっぱいって取れないんだなって思って、みんなそれは取れないでしょ。そうそうそれは取れない。いやでもなんか乳首って8回回すと取れるみたいですよ。もうそれ中出ししてもコーラで洗えれば大丈夫みたいな、多分そういう都市伝説的な感じでしょ。確かにありますね、8回回すと取れる。でもなんか乳首はその触ると大きくなるかもしれないから、あんまり触ってほしくないんです。あれは色素沈着的な、なんかこうね、いじると黒ずむとか、まあ、ちょっとこねくり回すと黒くなる。それ事実なんですかね。どうなのかしら。でもやっぱり刺激を与えると黒くなるじゃないですか。じゃないですかと言われても実体験としてああそうですよねとは言いづらい。多分ね、乳首はあんま触らない方がいいと思います。なるほど、うん、気をつけますよ、ね、なるほどね。